私の家では以前、室内犬のマルチーズを飼っていました。その犬は妹が小学校に入学した時飼い始めて16年。ちょうど妹が結婚する年に亡くなったのです。晩年は結婚の準備などで妹も両親も家を空けることが多く、ほとんど私が世話をしていました。亡くなってから数年後のある日、昼寝をしていると不思議な夢を見ました。夢の中でその犬が私の寝ている体にすり寄ってきて、脇の下あたりに潜り込むようにしてきたのです。私はものすごくくすぐったい感覚に襲われて、半分笑いながらびっくりして起きたのでした。なんであんな夢をと思いながら、ふとカレンダーを見るとその犬の命日でした。久しぶりに遊んでほしかったんでしょうかね。